旅人さん、いいところにいらっしゃいましたね。伝言？珍しいな。誰からだ？親愛なる進化よ、感じなさい。運命の銀紙に包まれていることを。大元無心。ん？神羅万象の瞳があなたを見つめている。すみません、こんなに読みにくい文章は滅多になくて。ぎー、明らかにフィッシュルからだな。とにかくこの伝言を残されたフィッシュルさんは、お二人に大聖堂前の広場まで来てほしいとのことです。お時間があれば行って差し上げてください。はあ、意味不明の伝言なのに、してほしいことは具体的だな。来てほしいってことなら、あんまりフィッシュルを待たせない方がいいよな。あっちだ、モナもいるぞ。来たのね、私の最も忠実な従者よ。さっきは進化だったのに、今は従者なんですね。申し訳ございません。ご機嫌のよろしい時、お嬢様は大げさに話してしまわれるのです。おい、フィッシュル、オイラたちに用があるんだろ。何を喜んでるのかオイラにも教えろよ。エイヤのささやきがあなたを私の元へ導いた。実に喜ばしきことだわ。これぞ夜の祝福の恩恵よ。旅人さん、パイモンさん、ご無沙汰しております。オイラもちゃんと挨拶したかったけど。普通ここは旅人さんお元気ですかというところでしょう。彼女と私は天宮にかかる創世そのもの。この出会いがどんな運命を意味するのか。その通りです、メギストス卿。そのような想像力に欠ける発言はお控えいただきたい。メギストス？メギストス卿は雄野浄土の一員であり、長きにわたって私に仕える宮廷の首席大魔導士よ。ご本、彼女は私を名字で呼んでいるだけなので気にしないでください。今日あなたたちがここに来るようキャサリンに伝言を頼んだのはフィッシュルでしたね。ほう、それをも占うとは。さすがは大魔導士メギストス卿。なんて危険な女なの。そんなの占うまでもないじゃないですか。キャサリンに伝言を残したとあなたが言ってたんでしょ。ご本、失礼。とにかく私も家のドアを叩かれて呼び出されたんです。オイラたちには朝飯前だぜ。我が従者たちよ、暗黒の運命を背負った我が祖国雄野浄土がこの世に帰還したわ。はあ、またやっぱり。かように偉大で極秘なる天の啓示は我がしもべのみが知る特権を持つ。雄野浄土門戸付近にあり。おお、なんということでしょう。ありえないように聞こえるでしょうが、今回の情報は空騒ぎではありません。実はフィッシュルは。メギストス卿。本当にしょうがないですね。実は皇女殿下は昨日町の外で火花騎士クレイとお会いになりました。お二人は以前からお互いのことをよく知っていたため。しかし日が暮れてしまったので、皇女殿下は気遣いと思いやりの精神で、道中皇女殿下はクレイに自分の人生を語り、心優しき小さな騎士は殿下の祖国が破壊されたことを嘆き、涙を流して尋ねました。へえ、その雄野浄土って場所本当に滅んじゃったの。もう凡人よ、その誠意と思いやりに感動を受けたわ。教えてあげる。雄野浄土は不滅であり。本当に？じゃあど
うやったら故郷は元通りになるの？クレイに教えて、お願い。偽りなき真心を持って聞くならばいいでしょう。静寂の楽土と無類の警護を、そして時間と風を我に与えし時。その時の芝居はいいからよ。簡潔に言えば、夕夜浄土を蘇らせるための大聖地にと、クレイはある島を譲ってくれたんです。私もこの手紙を見るまでは信じられなかったんですが。皆様、これは神がお嬢様に与えてくださった絶好のチャンスなのです。その島ってなんだか覚えがあるような。旅人、何をほうけているの？彼女はただあなたたちを島へ誘っているんだと思います。え、なんでだ？クレイと関係するのなら、彼女の母親、つまりあのババアも関わっているかもしれませんから。万能で旅慣れたあなたは、星屑が手のひらに落ちる奇跡を読み、雨水が運命の兆しに流れ落ちるのを目の当たりにしてきた。お嬢様のために運命の楽土への道を探していただきます。道がわからないだけかよ。ま、せっかく頼んできたんだから教えてやるよ。ひひ、オイラたちは芝なき士クレイの仲間、運命の案内役だぜ。おい、お前も合わせろよ。見届け人であり案内役、そして任務を紡ぐ者、すなわち旅人の登場です。いい。要するに、旅人にはその島、いえ、聖地に行く手立てがあるんですね。だったら、あとはお任せします。はいはい。じゃあメギストス卿は帰って支度して寝ます。ふむ、そうするわ。お嬢様は、皆様おやすみなさい。明日お会いしましょう。と。もううんざりだ。おやすみ。疲れたぞ。クルッポークルッポー、夕夜浄土時間12時だぜ。せっかく不思議な島に行くんだし、ずば抜けた発想を持つやつに手伝ってもらいたいよな。奇想天外な発想といえば、モンドではガイアを除けば、あい、この時間なら酒場にいるはずだから。着いたぞ。銀遊野郎はって、おい、おい、なんでこいつらまでモンドにいるんだよ。へえ、本当に来るなんてね。さあ、座って楽しくおしゃべりしようよ。よう、旅人にパイモン。ちょうど噂をしてたところに現れるなんて、すごい偶然だな。あまさに人ごといわばむしろしけ。カズハに信念。どうしてモンドの酒場にいるんだ？銀遊野郎。面白いあだ名だな。どうやらあんちゃんの歌声はかなり有名みてえだ。ロックじゃないのが残念だけどね。信念と共演できたかもしれないのに。みんなも彼女と知り合いだったなんて驚いたよ。僕の新しい友人が旧友たちの異教の友だったとはね。せっかくだからサークルを立ち上げてみないかい？自由恋文同好会とか。ああ、あたいは曲のインスピレーションを得るために旅してきたんだ。ちょうどカズハも旅がしたいって言うから一緒にさ。先月北斗さんが豪傑早飲み大会って盛大な飲み会を開催してさ、そこで演奏を手伝ったことがきっかけで
カズハと知り合った。信玄殿は自由奔放に見えるが、音楽に対する理解は非常に繊細かつ独特。そうだぜ、カズハは葉っぱを楽器にできるんだ。あたいの友人の中でも屈指の凄腕さ。リーウェを出て石門の先へまっすぐ進んだらすぐモンドだ。途中綺麗な荘園もあって素敵だったぜ。おお、そういえばその荘園もオイラたちの友達の子孫なんだぜ。本当か？あんたら友達が多いんだな。あんなところに住んでるくらいだし、その友達もきっと充実した人生を生きてるんだろ。そうかもな。人は同じ志を持つ者同士で集まるものでござる。旅人とパイモンはそのご友人と同様、良き品格を持っているのであろう。うわ、口がうまいな。いつもオイラに突っ込んでくるこいつとは大違いだぜ。あ、そうだ、あんたらテイワット七国全域で開催されるイリデシセンスツアーを知ってるか？トドのつまり、掛け声ばっかり大きくて一向に開催されない音楽祭なんだよな。あたい主催側に騙されたことがあるんだ。なのにまたやるなんてさ、担当者の顔が見たかったのに、また祭典についての情報が途絶えちまって。まさか今回も中止になったのか？音楽はインスピレーションが大事だけど、それがなかなか湧かないからコンサートを中止にしたのかもね。でもまあ君たちの旅も無駄じゃなかったと思うよ。この旅で僕、つまり生きる音楽の伝道のところに来られたんだから。優れた音楽にはいいメロディーだけでなく素晴らしいストーリーが必要だ。その通りさ。君は吟遊詩人のことをよくわかってるね。お返しに君にある物語を教えてあげるよ。あんちゃんは話し方が独特だな。吟遊詩人はみんなそんな感じなのか？他の土地でも吟遊詩人に会ったが、お主のように面白い人物はいなかった。きっと想像力の差があったんだろうね。だから僕が二人に奇想天外な物語を教えてあげる。かつて海の真ん中にはエメラルドのような島があるという伝説があった。ロド大魔王はそこで進化と幸せに暮らしていた。生まれてきたドドコたちは水に飛び込んだ。泳げる子もいれば波に流されてしまう子もいた。ドドコはモンドで新しい友達を作った。その名も火花騎士。しかしそれに反対した大魔王は小さな騎士に島へ行って能力を証明するよう求めた。そこで小さな騎士は一番大切な仲間たちを引き連れて風越え波越え海の真ん中へと向かった。試練も炎も神門もそこにはなかった。魔女である母親が作った夏の世界、それをプレゼントとして小さな騎士に送ったのがこの島だったんだ。夏は愛の季節であり、自由と息抜きの季節でもある。だからここに来る人たちは歌って踊ってどうか幸せに。はい、物語はここでおしまい。実に面白い。拙者もその島に行ってみたくなった。気に入ってくれてよかったよ。お酒を飲みながら物語を楽しむ。さて、音楽に乾杯。旅人も一緒に飲もうよ。安心して、飲めない人向けにジュースも用意してあるから。ならばそれを一杯頼む。うむ。あんちゃんが酔っ払っちまったぞ。飲むでござる。あ、うっかりアルコールが入ってるやつを出しちゃったよ。ごめんね。おい、
だいぶ飲んだことだし、そろそろ本題に入ろうか。何か大切な用事で僕に会いに来たんでしょ？そういえばオイラたち飲みに来たわけじゃなかったぞ。カズハ、カズハ。はあ、まだ目を覚まさない。今夜は酒場に泊まることになりそうだな。カズハ、カッ。終了はまだまだだ。こんなところまで来たんだから、きっと面白い話をしてくれるんでしょ。へえ、母親の作ってくれたプレゼントを友達にプレゼントしたのかい。さすがクレイは優しい子だね。君たちも分かってると思うけど、あの手紙は間違いなくアリスさんが書いたものだよ。やっぱりそうなのか。それだけじゃない。今日酒場に来る途中である二人に会ったんだけど。陣団長？それか図書館司書のリサ？長いエルフの耳を持ったびっくりするほど可愛い性格の親子だよ。アリスとクレイだ。ピンポーン、大当たり。不老の魔女が小さな騎士を連れて休暇に出かけていたところをたまたま僕が通りかかった。面白い友達に出会ったらプレゼントをシェアするように言われたんだ。だからこれを君にあげる。うわー、爆弾だ。中身を引っこ抜いてあるから爆発なんかしないよ。ほら持っておいて。これを使うと離れていてもこうやって話ができるんだ。ドド通話機って言ってね、何千キロ離れていたとしても連絡を取り合うことができるけど、いつでも使えるわけじゃない。異世界からインスピレーションを受けた発明なんだって。さすがアリスさんだよね。彼女とクレイからこれを持って仲間と一緒に島、いいえ聖地に行って楽しんできてね。生き方については考案者さんが考えてくれてるから心配しなくて大丈夫だよ。なんだかお前もグルな感じが。そんなわけないだろ。君は僕のことをそんなやつだと思っているのかい。旅人、君は僕の友人だ。友人として君が喜ぶものをプレゼントするのは当たり前でしょ。まあ銀遊野郎はデタラメも言うけど、オイラたちにとっては大切な友達だ。そういえばさっきカズハとシンエンも興味津々だったよな。戻ってきたのか。残念だけどカズハはまだ熟睡中だぜ。シンエン、オイラたちと一緒に島に行かないか。行きたくないのか。もう機械女。カズハのやつ大人っぽいって思ってたが、ちゃんと新しいものに興味を持つ若者だったんだな。それなら絶対島に行くべきだよ。あの島には銀遊詩人も絶賛する美しい景色があるんだ。おお、じゃあ決まりだな。でもどうやって行けばいいんだ。誰かが手配してくれてるらしいぞ。今回は他の友達も一緒なんだけど、明日の朝縄文に集合して全員揃ったら出発するんだ。旅人。そうだ、こいつらまだフィッシュルを知らなかったよな。うん、タイモン、特にタイはないんだが一応聞くぞ。コウもその旅を積極的に推してくるのは、イリデッセンスツアーのために他国まで来たのに結局開催されないってなると、ま、うん、誰も信じてくれない。みんな心配しないで、また明日の朝会おうよ。公女も進化も喋るカラスも異教の剣士とミュージシャンもみんな夏の島の大事なお客さんさ。ワクワクしてきたぜ。僕は遠慮するよ。まだ、え、
吟遊野郎が仕事するだって？猫の耳と尻尾を持った女の子に競合店に勝てるよう酒場で歌ってあげるって約束したんだ。ああそう、ジョセがいるあの酒場。猫アレルギーじゃなかったのか？うん、だけど屋上で歌えるから大丈夫。売り上げで相手に勝てたらお酒1ヶ月分をくれるんだって。こんないい話、僕にうってつけだよね。だから僕のことは気にせず、みんな楽しんできて。今日こそは夜空の真理を観測し、運命に対峙する日。過去の恥、往年の憎しみ、ここにて結論を下す。お嬢様、恐れながら何とかを下すと。もちろん違うわ。私はただそれを耳にして。ん？どれどれ。ああ、本当に他人の口癖じゃないですか。うわ、お前ら早いな。来たのですね。うよ、後ろの方々は。カハン、紹介してやるぜ。こいつらは稲妻の伝説的な浪人とリーユエの才能あふれる先駆ミュージシャンだ。よ、あたいはリーユエの親衛。ロックミュージックといい天気、それに楽しいことが大好きだ。きっとこのお嬢ちゃんがパイモンが言ってた異国から来た公女様なんだろう。それからそこの帽子をかぶったレディ、家族から最も博識な学者は大抵とんがり帽子をかぶってるって聞いた。ん？この女、見る目がある。深夜、あなたのその目は夜の霧を見破り、真実を見極める。あなたは人を見る目があると褒めているんです。まあ私も同じ意見ですよ。はじめまして、先生術師のモナです。おう、二人に会えて嬉しいぜ。モナはすごいんだぜ。どんな人でもたちまちどんなやつか見抜いちゃうんだ。皇女殿下と先生術師、そして雄弁なカラスの進化、稲妻の楓原和葉、皆に会えて光栄でござる。その和葉というものよ。お嬢様は職業と趣味は何ですか？その拙者はただの通りすがりで、取り柄などこいつは武術に長けていて、誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞ。え、そんなすごい人だったの？どれどれ。お、これは。カズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄です。夕夜浄土の宮廷守衛長に任命すれば。メギストス卿までそうおっしゃるとは、実力は確かなのでしょう。わかった。モナでいいですから、その変な名前で呼ばないでください。そういえばメギストス卿、オイラたちどうやって聖地に行けばいいのか聞いてきた。伝説の大魔女、見ろ、これがオイラたちの交通手段だ。うん、なんだか急に行きたくなくなりました。独特だな、見た目がちょっとグオパーに似てないか。グオパー、万民堂の不思議な生き物のことでござるか？そう言われてみれば確かに。うん、紹介したオイラが言うのも理解したわ。聖なる雷に焼かれた扉とは、私の現世での断罪にふさわしい。先陣を切るのは私です。入ったら消えた。これはまさに聖地への断罪の道。念のため私が占ってみます。メギストス卿、これはあのアリス様の創造物だぞ。そうでした、忘れてしまうなんて。
ゆっくり進みましょう。ああ、ウィッシュル、私の髪を踏まないでください。ヘビじゃなかったの？うわあ、起き上がってきたぜ。みんな気をつけるでござる。やっと着地したぜ。さっきのは一体何だったんだ？美しい場所でござるな。風と海、そしてこの穏やかさ。うむ、風の匂いも心地よい。生命の海、青の大地。進化諸君、これぞ私が長年求めていた闇を支配するこの私が諸君を夢の扉へと導くわ、うん、さあ夢の扉へ、うん、大魔導士メギストス、皇女殿下のお恵みに感謝します。私は今日ここにて夕夜浄土へ祝…モナ、それにあんたら いいから合わせてください。おう、こんな神聖な場所に連れてきてくださった皇女様に。皇女殿下、このような旅の機会を設けていただいたこと、皆の喜びは私の喜び。このような天命を尊奉する機会に、これより巡礼の旅に出かけ、身をもって国土の命の海を感じすけれど、それに対してメギストス教、あなたは水元素から生まれた高貴な人物と言われる割に、お嬢様は泳ぎに関してはメギストス教がやや劣るかもしれないと。フィッシュル、あなたにはもう我慢できません。普段あなたに合わせて芝居をするのは構いませんが、天才である私を見下してはいませんか？泳ぎであなたに負けるわけがないですよ。おお、お嬢様の闘志が燃えてきました。いいぞ、正々堂々勝負だ。その挑戦受けて立ちましょう。メギストス卿、無駄口はよしてください。私は子供の頃から泳ぎで負けたことがないんです。二人とも本気か？海まで走るってただのかけっこじゃんかよ。お主は今空いてるか？周囲を見回っておきたいのだが、付き合ってくれぬか？新縁殿も一緒に来るか？みんなやることがあるみたいだから、あたいは留守番しておくぜ。もうこっちは任せてくれ。ちょっと出かけてくるんだろ？いい景色が見つかったらあたいにも教えてく。うん、じゃあ頼んだ。おい、あっちにでっかい変なやつがいるぞ。道中注意して見ていたが、この用途のわからぬ装置と隣にある軍棒以外に怪しいものは見当たらなかった。それにここ数日のものと思われる。本当か？旅人、パイモン。誰かがここに来ていた。そして他にも誰かいるのか？帽子に水元素の力があるって言ってたよな。だったら元素力をたどってみようぜ。行こう、いざ。
かなり近い。警戒を強めるでござる。ファニュイだ。天道万象、剣女万弱、マイヤー、それそう、ヘッグ、っていうか、なんでこんなとこにファデュイが集まってるんだ。ミントとスイートフラワーとファデュイがいない場所なんてこの世に存在しないのか。だよな。帽子をなくしちゃった。帽子、帽子、何か探しているの。帽子、この帽子をお探しでござるか。T さんの帽子だ。早くよこせ。こいつなんだかあまり賢くなさそうだな。俺をいじめるな。出ないと殴るぞ。うわあ、でっかい怪物。うやめろ。何しやがる。またファニュイか。それはこっちのセリフだぞ。帽子ちゃんと守るんだ。その帽子に抱きつくのはもうやめろ。そのものはどうしたのでござるか。なんでもない。病気、お前らに説明する義理などない。ここはオイラたちの友達の島だから気をつけた方がいいぜ。ああ、ここは無人島じゃなかったのか。俺たちはここに、いや、なんでもない。チッ、別に教えてもいいが、あれは俺の発明した新エネルギー装置だ。答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ああ、ダメだ。おい、泣くなよ。わかった、この辺りから遠くへは行かないと約束するから。ところでその装置、どうして煙が出てるんだ。それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。いいだ。なんだ。おい、行くぞ。まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴らと出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ常に警戒を怠らぬように。またあちらの女子たちの機嫌を損ね、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。カズハは思いやりがあるんだな。過保でござるよ。美形の前に。帰ってきたぞ。ちょうどいいところに来てくれました、旅人。遠慮なく私のマナを口にするがよい。なんだよ。パイモン殿は人を見る目がありますから。パイモン殿、私に忠誠を誓う時が来たようね。ちょっと待って、その前にパイモンに何か食べさせてあげようぜ。新年。うむ、確かに長い距離であっただろ。あんたらが出かけている間、海辺で海鮮を釣って果物を取ってたんだ。火で炙るときっと美味しくなるぜ。そういえば、私もたくさん用意したから一緒に食べようぜ。店をやってる料理人の友達にはかなわねえけどさ。うん、食べようぜ。信玄殿を島に招いたのは、ま、おいらもう食べるぞ。お前らは腹すかせながら喋ってろ。あー、バーベキューの香り。ふう、悪くないわ。今日は信玄殿が夕餉を作ってくれたゆえ。よっしゃ、おいらもワクワクだぜ。そうだ、旅人、近くで話そうぜ。お前もファデュイのことを気にしてるんだろ。原因を、ああ、いや爆弾じゃなくて聞いてみないか。
た？あいつは情報通だし。あっち、おや、もう僕に会いたくなったのかい？こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよ。さっきくしゃみしてたよな。キャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよ。オーナーがアレルギーの薬をくれたんだけど、あまり効かなくて。あっちって。さて、どうしたんだい？僕、他人任せにも。しょうがないやつだな。ファデュイって、どこにでもいるんじゃない？標準の手下は優秀だからね。どこに出てきたって不思議じゃないよ。でもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞ。でも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよね。つまり問題はもう解決したんでしょ？そうなんだけど、やっぱりどこかおかしいと思うんだ。ファデュイの情報は入ってないよ。でも大丈夫さ、僕は吟遊詩人だけど、たまり役に立たなかったとしてもおしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょ。はっ、お前ってやつは。よく冒険に行く君たちなら、旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさ。風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ。白い雲が浮かぶところには風もやってくる。安心して、風はいつも君のそばにいるよ。じゃあおしゃべりはここまで。僕はキャッチテイルで演奏しないと。うん、じゃあな。聞いた感じファデュイのことはあまり心配するなって意味か？まあ吟遊野郎がああ言うんだ。オイラも変なことが起こらず旅が無事に終わることを祈るぜ。友達との旅なんだ。